こんにちは。今日紹介する商品はタカラトミーアーツさんから出ている1つ200円のガチャ商品、動物の花ペッタン、全5種類になります。ラインナップの方を紹介していきたいと思います。まずこちら、フレンチブルドッグ、白猫、野うさぎ、子豚、そしてゴリラになります。こちらの商品はですね、動物の鼻をお好きなところにペタッと貼れる商品になってます。実際のものを見てみたいと思います。実際こちらに用意したのは白猫ちゃんの鼻とフレンチブルドッグの鼻になりますね。こちらの商品ですね、プニプニ柔らかい素材でできてまして、ちょっと感覚的にはリアルさを追求してる感じで、また鼻だけっていうのがなんともちょっと気持ち悪いような、可愛いようなで、キモカワブームでいいですね。ちゃんとワンちゃんの鼻も濡れた感じの光沢が出てまして、ちょっとリアルじゃないですか。猫の方を見てみたいと思います、はい、猫ちゃんも鼻ツヤツヤしてます。この毛並みなんかもデコボコで再現されてて、ちょっとリアルですよね。はい、では貼り付けるとどんな風になるのか実際に見てみましょう。じゃあまず猫ちゃんはこちらのマグカップに貼ってみたいと思います。裏にですね、両面テープがついてます。で、テープを剥がしてどうでしょうか。しっかりついてますので、まあお水で洗うと取れちゃうかもしれないんですけど、洗わないような植木鉢とか冷蔵庫とか貼るといいかもしれないですよね。はい、そしてもう一つフレンチブルドッグ、こちらもペンケースに貼ってみたいと思います。こちらも両面テープを剥がしまして、きれいに剥がれました。こっちがいいですか、こっちにしましょうか。よいしょ、ペタンと、こんな感じになります。いかがですか。こんな感じでオフィスにあっても可愛いかもしれないですね。はい、いかがでしょうか。こんな感じでですね、これからも楽しい商品や可愛い商品いっぱい紹介していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今日紹介したのはタカラトミーアーツさんの動物の花ペッタンでした。それではさようなら。